白菜。白菜、白菜。学名ブラシカラパバリエーション。ピーキネンシスとは、アブラナカアブラナ属の二年生植物。日本では、冬の野菜として好まれ、多く栽培、利用されている。結球する印象が強いが、結球しない品種も多い。中国語では、大白菜と小白菜に分かれ、チンゲン菜やシロナなども含まれるが、日本でいう白菜は、 全社の一部に限られる。英語のチャイニーズキャベツも広く中国野菜を意味し、日本でいう白菜はナパバレーキャベツナッパキャベツ。ナパバレーやナッパは日本語のナッパが語源に相当する。原種であるブラッシカラパは紀元前の中国に伝わると栽培されるようになり、様々な野菜を生んだ。7世紀の洋州で、下北の株、アジア系と、 カナンのパクチョイが交雑して生じた牛ハラスズナ、ニウトウソン、本草図業にあるが最初の白菜と考えられている。一説に新石器時代からというが、これは疑問。当初は血球性が弱く、白菜に近かったと見られる。16から18世紀にかけて血球性を持つものが現れ、品種改良が進んだ結果、今日見られる白菜が生まれた。栄養面では、 ビタミン C、ビタミン K、養酸などを含む、抗がん作用が指摘されているイソチオシアネートが豊富である。現在の日本で栽培される品種は、不和合成を利用した、会一品種である。白菜は、日本料理の食材として多用されているが、日本で、結球種の白菜が食べられるようになったのは、20世紀に入ってからである。江戸時代以前から、 日本にはたびたびつけなとして、秘訣吸収がトライしたが、いずれも品種を保持できなかった。これは、現在でも育種化の課題である、白菜の強い交雑性が原因と考えられている。油中の植物は、禁煙多種の花粉で受粉して、交雑種を作りやすい特徴を持ち、交雑によって生まれた白菜は、特に継続した採取が困難だった。 明治時代初期には政府によって本格導入されたが、ほとんど失敗した。唯一、愛知県栽培所で三等白菜の系統維持に成功したが、これは半血九種だった。明治末期から大正にかけて、宮城県の沼倉吉兵衛が、宮城農学校、宮城県農業高等学校の前身戸て家、養主園で芝生白菜、チーフ白菜の導入に成功した。 松島湾の真話島という小島で、隔離育種したので、松島白菜の品種名を与えた。農家は、島で採取した種を得て栽培し、仙台白菜の名で出荷した。同時期に、愛知県名古屋市中川区大東楼町付近で、野崎徳四郎、キャベツやカリフラワーの普及にも関与が、山東白菜の改良を進め、現在のように結球する白菜ができたと言われている。 昭和に入って、石川県でも栽培が軌道に乗り、これで現在の主要系統である松島軍、能崎軍、加賀軍という三大品種軍が作り出されたことになる。このように白菜の普及は栽培より育種の成功によるところが大きい。普及のきっかけとして、日清、日露戦争に従軍した農村出身の兵士たちが、 中国大陸で食べた白菜の味を機に行っても散ったからと言われているが、各地で栽培が施行されたもののほとんどは品種維持に失敗したと見られる。日本での生産量は大根、キャベツに次いで3番目に多い。統計では1941年からデータが取られ、すでに50万トンが生産されていた。1968年にピークとなり186万トンを超えたが、 その後は食文化の洋風化により減少した。第二次世界大戦後に生産量が急拡大した際、連作障害による被害が拡大したが、これに対抗する大病性育種も進んだ。有力産地は冬場は茨城県、夏場は冷涼な長野県である。朝鮮半島に白菜が持ち込まれたのは伊藤白文が、 韓国党官府長官を務めていた1909年である。持ち込まれたのは、新国一号という品種で、10年余りの研究の末に朝鮮半島での栽培法が確立され、朝鮮総督府によって朝鮮半島全土に普及した。この普及に伴い、白菜キムチも生まれることとなる。中国では、三島系、北方系、 南方系の三系統八軍がある。このうち日本では、三島系の三軍、吉華新軍、芝生軍、三河県軍が定着し、さらにその F1 品種が栽培されている。原産地の地中海沿岸地方では、月菜のような姿だったものが、中国へ伝播した後に、11世紀頃結球型となった。非結球聖種は、月菜として、 明治初期に血球性白菜が日本へ入,入され、栽培が始まる。冷涼な気候を好み、生育温度は摂氏20度前後、葉が巻き始める血球期の気温は15摂氏17度前後が最適。このため、日本では万夏から初秋にかけ発種し、初冬から春先にかけ収穫する。和種は、発種から55から60日で収穫が可能で、極層種としては、 高神系の彩り器、一玉1から1 5キログラムと小型の大身などがある。本場5から6枚の苗が植え付け鉄器。ワセ種は箸から65日ぐらいで収穫可能。手で玉を押し、固くしまっていれば採取する。油中の植物であることから、猫不病発生の可能性を勘案し、連作は控えなければならない。植え付け前1週間前に、 駆土石灰を散布、植え付け付け後は2から3週ごとに追肥を施し、外洋が大きくなるように育成すると大ま化する。また特に暖気は、油虫やオムシなどの蝶目害虫が付きやすいため、白い寒冷車でトンネルを作ると良い。また当時は、玉の上部を紐で縛ることで葉を、霜の貝から守る。霜や気温が零度以下になった場合に、細胞内の水分が凍結し、 葉が枯れてしまう、下枯れが起こるのを防止する目的である。通常日本では11月下旬からこの作業を行う。また、この作業の必要がない、葉が巻きやすくなった品種もある。キャベツのように結球した葉を食用とする。結球様の形状はキャベツがやや横に扁平なのに、対し、白菜は縦に長い。葉は結球の外側は緑色をしているが、 結球の内部へ行くほど紅白色になる。栄養価は外側ほど高い傾向がある。一球を一度に食べきれない場合は、切って内側の歯から先に使うと味が長持ちしやすい。旬は冬。霜に当たると甘みが出て微味。味は比較的淡白であり、キャベツなどと比べると柔らかい。生ではシャキシャキした歯触りがあり、煮込むと柔らかくなる。 冬の鍋の具として定番となっている。煮物、汁物、炒め物、鍋料理、漬物、浅漬けキムチなどに使われるほか、キャベツと同様に、あるいはその代用品として餃子の具に使われる場合が日本では加熱して用いることが多いが、アメリカでは主にサラダ用として広まっている。中華民国台北市の国立呼吸博物院の代表的な収蔵品に、 水玉白菜がある。水玉白菜は、高所定の日である金比の宮殿内にあったカワセミの彫刻で、そのモチーフとなっている白菜には、純潔、バッタ類には多産の意味があるとされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。